皆さんこんにちは、貧乏です。今日はですね、こちら室蘭名物焼き鳥丼、これ豚肉を使用してます。見るからに美味しそう。こちらはですね、暖流監修のあんかけチャーハンでございます。それではいただきます。まずチャーハンからいってみようかな、ね、おしゃれなドーム型のね、いいですね。これね、398円ですね、イオンで、いただきます。味が優しい。カニカマも入っててね、このあんが優しい味ですね。なんかうまっ。これ飲み物ですね。という間に半分食べちゃいました、ね、うまっ。卵がふわふわ、もうこれだけになっちゃいました。ガバッといきます。ガバッと、最高。食べました。こちらはですね、室蘭はですね、焼き鳥がですね、名物なんですね。あ、焼き鳥じゃ、焼き豚、豚丼だ、室蘭は豚丼だね。それの丼みたいな感じで、これ美味しそう。いただきます。うまっ、柔らかっ、うまっ、最高。ウェルラン最高。うまっ。
もうやっぱりご飯とですね、もうこの豚肉は最高に合いますね。ちょっとねバラバラにしちゃいましたけど、私いつもねこうやってねご飯とバラバラにして食べるんですよね。この方が分量が分かりやすいから、うん、ご飯とおかずの分量が、うん、うまい。最高。室蘭ありがとう。こんな美味しいものを食べさせてくれて。最後のお肉1枚うん、まっ食べました。いや最高。この室蘭焼き鳥丼、これは380円でした、ね、税抜き、はい、イオンで売ってます、うん、こっちの方のイオンだけかもしれないけど、はい、それではごちそうさまでした。それでは皆さん、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。またねー。